はい、皆さん、トライアングルです。今回ですね、新降臨、極、ムズステージ出現、カワワッパジュニア降臨ということで、ですね、まあ、極はちょっと僕ムズいので、1個前の超激ムズ追い多分、で、なんとかこのネコックマ、持っていきたいと思うんですけど、属性を持たない敵に、極ダメージを与えると。これは強いよね、多分。なので、ちょっと、挑んでみたいと思います。ということで、じゃあちょっとこの極ムズ、超極ムズだからね、極ステージじゃないんだね。ちょっともう、まあ、無理だとしてもちょっと見るだけ見てみたいと思います。多分ね、その、キャラクターの画像とかは多分貼ってあると思うんですけど、川の流れのように、ボコボコにされに行きましょう。はい。とりあえずパーティーわかんない。とりあえずもう、あれですね、見ると。どんな感じか見るっていうことで、行ってみたいと思います。はい。まあまあ無理でしょう。超極ムズはね、もう本当に僕のリスナーさんの超強い方とかでもね、もう全然勝てないって言われてるので、言われてるっていうか、勝ててないので、まあ僕なんかが勝てるわけないと。ああ、エイリアンか。じゃあまずどんな敵かだけちょっと見せてくれないかな。ちょっとだけでも耐えてほしいな。ちょっとだけでも耐えてくれるとありがたいな、できれば。どうかな、耐えれるかな。どんな敵が出てくるかだけでもちょっとぜひ見せていただけると非常にありがたいんですが、まあいつかこのね、超極ムズのステージもちょっとクリアできるようになりたいんですけどね、もちろん。おぉ、ゾンビか。ゾンビだったらこの前入手した、ねえ、ごめんなさい、新キャラ第3形態になったことが使えるのかな、もしゾンビがかなり出てくるんだったら。どうなんだろう。あと、サルカニとか入れたりとか、あと、ゾンビに強いね。なるほど。いや、でも、これでこんだけ苦戦してんだよな。どうなんだ。あとは、まあまあ、これで終わるわけもちろんだ。てか、まだ本番すら、新キャラすら出てないからね。新キャラすら出せない状態ですよ、トランクさん。お金も貯めれないし。発射！動き遅くしてくれ。よし、オッケー、倒した。ニャンマ行くか？ニャンマ行こう。ニャンマ行きます。さあ、こっからどんだけ吹き飛ばされる。このまま敵が出てこないっていう奇跡ないですか？なんかバグが起こって。来ましたねー。来たぞー！かわいいじゃねーか！でも思ったよりちっちゃいね。そっかそっか。でも無色か。こいつ多分。だダルターナ、ダル、まあ、まだ今回はさすがに勝てないけど、ダルターニャかな、出すとしたら。もし。で、ダルター、壁を大量に作って、ダルターニャと、あと無属性だから、まあ、いろいろ無属性に強い系。あと、エイリアンか。エイリアン、だからアフロディーテをレベル40にして、ゾンビはそんな警戒することないね。ゾンビはそんなかん、多分1体ぐらい、猫舞踏かなんかがいれば、一人いればいいかなっていう感じだから、まあ、あまり、波動も打ってくるんだ。じゃあ、ガオじゃない、黒ガオの方がいいのかな。まあ、持ってないんだけど。その子と、ダルターニャ、あと属性持たない、あとエイリアに強い子を後ろやって、壁作り続けるっていう形になるのか。まあまあでも、まず、どんだけ考えたってまだ僕には無理なので、まあ一応ちょっと今回挑戦させていただきましたが。なるほど。いや、強いなぁ。にゃんこつけ、そう、今、にゃんちきをね、イベント、カバくんだっけ、それをずっとやって、なんとかちょっと今プラスにしてるんですよ。ニャンチケを昨日だけで25枚ぐらい集めて、もうずっと周回してね、でもちょっと猫缶の消費が激しいので、まぁ、ちょっと、まぁ、でも最近ちょっとガチャしなくなった分、まぁ、猫缶ね、消費してもいいのかなっていう気持ちもあるんですけど、まぁ、ちょっとそれでなんとかプラス値を上げております。はい。いやー、なかなか勝てぬが仏。よし、じゃあ前回、まあ、敗北した、オーバーテクノロジー。こちらちょっと挑んでみたいと思います。まあ、メタル系が多くて、で、最後のね、ボスが、まあ、サイクロンが浮いてる敵なので、一応パーティー的にはこのパーティーで行ってみました。まあ、とりあえず壁3体かなっていう感じで、ちょっとキョンシーと、まあ、いつもですね、いつもの、ゴムと、ネコモヒカンとキョンシー。まあ、そして、まあ、浮いてる敵に、打たれ強くたまに攻撃力を下げるネコ TB ですね。あと、まあ、個人的にかなり、気に入ってる、猫オドラマンサー。はい。
まあ、こちらウィテル的な動きを止めると。で、あと、まあ、欠かせない、ハヤブサですね。あの、メタルに対して、かなり有利と。で、まあ、鬼ニャンマ、ダルタニャンは、まあ、いつも通り。で、ダルタン多分相手が、白い敵なのかなって思ってるので、一応ダルタンにはつけて、あとこちらですね、コズミックコスモ。まあ、ネタキャラとして使いましたけど、まあ、まあまあ強いみたいなので、あの、浮いてる敵を必ずぶっ飛ばして動きを止めるっていうね。はい、キャラクターなので、まあ一応ちょっと今回、使わせていただきます。そして、まあ、ガオですね。ということで、じゃあ行きましょう。ガオを、とりあえずまあ、基本はハヤブサとかで、その、メタルの敵を倒していただいてっていう形になるかな。じゃあ行きましょう。スピードアッパー切ります。よろしくお願いします。もういきなり、もう敵分かってるんで、いきなりもう、あの、猫ボンとか使っていきますね。さて、とりあえずまだ壁作んなくていいかな。いつ出てくるんだっけ？あー、もう出てくるのね。でもまだ、とりあえずまだ待っていいと思う。とりあえずまだ待って、多分しばらく出てこないでしょ。がっつり来ないと思うから。で、吹っ飛ばせるし、一気に敵出せば。どんだけ進んでこようが、敵出せば吹き飛ばせるから、動き止めたりね。で、ハヤブサ行こう。これでとりあえずカバー倒してもらってって形になるかな、まず。まず、どんだけやってもね、1だから、まずはちょっと、貯めましょう。ここで貯めれると非常に美味しい。早く、早くクリティカル当ててくれ。頼む。まだか！マジか。クリティカル来ない？もしかして。まずいか。え、ちょっと待って。こんなに来ない？そう。ちょっと待って。あ、オッケー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 。で、行ってみよう、コスモ。コスモを感じろ。そして、行きましょう。どうだ？必ず動きを止めてくれって、かつ、よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。行け！ドラ！あれ？今、え？今、今、吹っ飛んで、時間止まった？あ、メタルな敵に当たったのか。なるほど、まずいな。ちょっと待って。ハヤブサがやられた。ちょ、こんな早くやられたと思わんかった。まずい、まずい、まずい、まずい。まずい。そうか、コスモあれか。手前の敵に当たっちゃうのか。行け！無駄な時間、無駄な時間！くぅ、ダメだ、メタルに当たる。そうか。まずい、これまずいな。ちょっと待って。まず耐えて、耐えて。ハヤブサ来るまで耐えて。ハヤブサ来るまで耐えないで、まずい。あー、コスモー、終わった？これ終わったか？その猫立つ、猫立つと、ダメだ、メタル、メタルで止められる。ダメだ、もっとあれか、メタル対策しないといけないか。ダメだな、これ一回ちょっと、ハヤブサー、やり直しかな。でもな、これな、もう、スニャイパーとか、猫ボン使うんだったら、猫缶使った方がいいか。でもなー、ノーコンでやった方が、まあ、一回行くか。ちょっと待ってね。今、サイクロン来てて、でも猫は来るでしょ、どちらにしても。だから、最初やるとしたら、こうの、ハヤブサか。これでいいのかな？で、とりあえず、まず壁作って、ハヤブ、この、猫たちを倒していただいて、早めにね。にゃ、とりあえず、倒してくれ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 。いや、厳しいか、これ、ハヤブサだけじゃ。よし、素晴らしい、行ってこい、コスモ、コスモを感じろ。よーし、いや、まだいた。オッケー、素晴らしい。よし、ナイス、ハヤブサ、かっこいい、かっこいいぞ、ハヤブサ。大好きだ、僕は君が大好きだ。よし、ぶっ飛んだ。よし、いいぞ、素晴らしい、素晴らしい。あとは耐えて。よし、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 よし。そう、ハヤブサが一発でやってくれると相当大きい。さあ、さあ、戦士よ、勇敢なヒーローよ、もう一度カメハメハを決めてくれ。止めろー、遅いんじゃ攻撃が攻撃がね、違うの、まずい、これちょっと待って、またまずい感じになってきたよ。まずい、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 ちょっと待って、来た、まずい。ダメだな、一回一回の攻撃がちょっと遅すぎて、もう、あれだ、猫に阻まれるわ、ロボット猫に。ちょい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 。いや、でまだ、まだ、ハヤブサ溜まるまで。で、お金は残しとこう。さすがにお金は残しといて、ハヤブサ来た時に、残しとこう、残しとこう。猫たちもまだいいかな。いや、ちょっと待って、待って、待って。ちょっと待って。いや、まだ、まだか、遅いな。頑張って、頑張って。ハヤブサ来て。とりあえず、なんとか耐えて、なんとか耐えろ。これまでちょっとお金を温存して、お金を温存して、なんとかこの壁でギリギリまで耐えて、早くハヤブサ来て、お願い！ハヤブサさん、ハヤブサくーん、ハヤブサくん来て、早くお願い、があはまずい、まずい、まずい。多分ワンコ倒せないんだろうな、このレベルのワンコは。おそらく、普通に単体でやっても、1111っていう感じで。行ってこい、よし、さあ、ヤブサ、壁は十分作ったぞ。よし、来た、どうしよう、ガオ、ガオ、いや、あ、ごめんなさい、ダルタニア。よーし、はぁー、倒したー。
いや、強いんだろうけどね。単体剣だとちょっとあれだね、その、壁がいると、いけないのかな？なんか、全体に、そのね、波動攻撃で、全体に当たると思ってた。なんとか、はい、勝つことができました。はい、ありがとうございます。完全勝利。完全じゃないけどね。はい、申し訳ありません。ちょっとなんか今、高いが来ました。EX ステージ、宇宙戦争、超激ムズ、どういうこと？スピードアップ以外のアイテム使用は継続できませんと。わかりました。え、これは、これを倒したらってことなのか？いや、でも超激ムズだから、あれかな、また旅みたいな感じで、その、虹また旅のステージみたいなのが出てくるのかな？ってことはさらにもっと強いってこと？しかも、事前練習はできないんだよね、多分これ。ちょっと様子見ようか、さすがに。白、あー、エイリアンはやばいんでねーの？待って待って、剣道、あ、待って、剣、熱い！これ、ちょっと待って。しかもこれ浮いてる敵じゃないから、使っても多分意味ない。これに、あ、ダメだな。いや、なんとか耐えてくれ。なんとか。なんとか耐えてくれれば、にゃんま使えばわかんなくはないのか、これは。一体でも倒せるか？一応吹き飛ばしてはいる。モスラー！いやー、ちょっと待って。ネクオロマンサーでなんとか倒す。一応でも吹き飛ばしてはいるな。吹き飛ばしてはいるから、オッケーオッケーオッケー、来てる来てる。オッケー。いけるぞ、これ。待って、とりあえずこっから、よく考えろ。何出すべきだ？とりあえずちょっと戦隊ヒーローはちょっと一旦置いとこうかな。うん、使いどころだろうね。僕の多分使い方問題なんだろうけど。オッケー、いけなくはない。あとはボスが来る前に、多分ボスが来るから、それまでになんとか、浮いてる敵メインか、もしかしたらこれ。だとしたら、チャンスあるぞ。これは。猫立つと、ネクロマンサーが、そして多分、今、鬼ヤマが相当火力上がってる。よーし！そして、ガオーと、で、ダルターニャか？ダルターニャだな。まあ、ハヤブサ出す意味がない。オッケー。で、ダルターニャ行こう。ダルターニャ。で、ちょっとお金あげます。切った。いやー！大丈夫！サタンは、どうなんだ？わかんないけど、とりあえず猫立つとネクロマンサーで止めて、で、ガオーとダルターニャで、でも、もちろん壁も作ってね。壁も作って、いいよ、止めてる。止まってるから、止めつつの、で、基本はネコロマンサーかな。ちょっと猫立つも欲しい。猫立つと、よし、いいぞ、コイル力上がってる。いや、大丈夫。いや、下がってる。ん？下がってる。ん？なんか上がったり下がったり。上がったり。待って。ちょっと待って。まずい。でも、まだガオ、あ、ガーダルタニアが消えた。いや、厳しいか、これ。なんとか、この、サイクロンさえ倒せば、まだわかんないと思うんだけど。でもさすがにまだ体力全然あれだよね。残ってるね。あーダメか。いやー惜しかったなー。惜しかったのかわかんないけど。あーどうすればよかったんだ。お金はかなり貯めれたから、パーティーをもうちょっと変えるべきだったかな。もうちょっと激レアーっていうか、超激とか、エイリアン体制のやつら、行けばよかったのか。あー悔しいなー、普通に。はい、ということで今回はこちらですね。超極ムズ。はい、極ムズ。まあ、無理だとは思ってたんですけど、一応ね、その敵の編成としては、まあ、カッパちゃんがいて、ゾンビ、でも、そんな、もう本当にカッパちゃんだけを警戒してればいいのかなって思っちゃいました。わかんない。個人的見解ではね、僕みたいな、本当に、初心者プレイヤーでも結構その、なんだろう、初心者プレイヤーってか、その、あまりね、プラスチ集めてなくても、その、エイリアンのカンガルーも、普通に、その、押せ返したし、で、まあ、ゾンビの、そのね、人間の敵もそんなに強くないから、結構むしろボーナスみたいな感じだったから、ゾンビとかエイリアンにもそんなに警戒しなくて、この白い、このカッパにだけ注意していけば、もしかしたらなんとかなるんじゃないのかなっていう気もしないこともないので、まあ、ちょっと、その辺もね、ちょっと考えつつ、まあ、でもまださすがに、そんな簡単には勝てないと思ってるんで、次回、多分次の、川の流れのようにが出てきた時に、まあ、ネコックマ入手できたらなと、思います。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。